こんにちは。早速ですが2月14日に秋田方市議会の臨時議会が行われることはご存知でしょうか内容はご覧の通り専決処分した事件の承認についてです。括弧で控訴の提起についてとありますが、同活裁判の控訴を専決処分したことが議題に挙げられます。実はここまでの流れは市政刷新ネットワークのブログで書かれていた内容と深くリンクをしています。 この動画では昨年12月からの市政刷新ネットワークのブログの内容をまとめてみました動画を見ることで政治会の動きも予想ができるかもしれません2月14日の臨時会に注目している人はぜひとも最後までご覧くださいまずは2023年12月1日のブログを紹介します藤本悦氏市,市長選に立候補表明11月30日秋田方市民にとって大きなニュースが飛び込んできました として藤本悦志氏の紹介をしました。11月30日の18時頃に報じられた立候補の表明ですが、ブログの更新時間は12月1日午前8時。仕事が早いですね。ブログの出だしより、石丸姿勢を何とかして変えなければ、 とと思っっててきた多くのの市民にとってこれほどの朗報はないでしょう中国新聞デジタル版によると記者会見では今の姿勢の課題は市民や団体との対話がないことしっかり対話と議論をし方向性を出すやり方で市民と温かい街を作りたいと述べたと報道されており石丸姿勢とは全く異なる市民や団体との対話を重視する姿勢を打ち出しています今後あまり間を置かずに基本的なスタンスや政策が市民に提示されると思いますが期待したいと思いますさて多くの市民は藤本悦志氏がどんな人間かを知っておら ないいと思いますので本会が承知している範囲で紹介したいと思います。 藤本悦市は高見山川根に生を打て、現在51歳の元気盛りです。高等学校は新庄高等学校で生徒会長をしたと言いますから、若い時からリーダーシップがあり、面倒見が良かったことが分かります。面倒見といえば、彼は郵便局長をやりながら、地元では約10ヘクタールの農地を預かり、工作していると言います。はっきり言って、兼業農家で10ヘクタールもよくやると思います。彼の面倒見の良さ、地域を大事にする姿勢がよく出ています。桃山学学学学院大では地方行政学を学び 卒業後旧高宮町役場に6年ほど勤めた後、川根郵便局長に就任し、2018年には吉田郵便局長に就任しています。そして今年の10月に市長選立候補を決意して退職をしました。聞くところによると、彼の市長選立候補には家族は大反対だったそうです。安定した職を捨てて、しかも4年ごとに市民の審判を受ける市長に立候補することは家族に不安があるのは当然です。しかし、か彼の友人、 知人たちの要請を受けて彼も大きな決断をし、立候補に至ったと言います。多くの市民に期待された立候補表明です。秋田方氏の政治状況は大きく動こうとしています。12月13日にはポスター代金未払い裁判の公裁判決が出ます。12月26日には同活発言で仕上げ裁判の一審判決が出ます。 いずれの判決でも石丸真嗣被告の敗訴は間違いないと言われていますそして本会が明らかにしている合同会社秋田方ターンズとの癒着不正随意契約は大きな問題に発展するでしょう市民の皆さん、市政刷新に向けて共に力強い一歩を踏み出していきましょうと締めますいずれにしても二つの裁判を皮切りに現状を打破したいという思いが感じ取れますそして12月にはアメブロでポスター裁判で六記事同活裁判でも六記事ほど執筆されています なお裁判ごとに秋田方市在住の元検察官の方の投稿があります。記事の権威性はバッチリです。続いて1月3日の記事を紹介します。恫喝発言でっち上げ裁判、市長専決処分を乱用して構想。と題し、市民の皆さん、新年明けましておめでとうございます。市長は昨年末に2つの裁判で全面敗訴し、全国にも例を見ない記録を打ち立てました。 市長は民間事業者を泣かせ、市民に平気で大嘘をでっち上げることを証明しました。秋田・高田市政は1月以降大きく動くことが想定されます。市民の皆さん、石丸市政刷新に向けて共に奮闘しましょう。なおこの記事で気になる一文がありました。市長は弁護士から自分が敗訴することを聞かされていたのでしょう。判決が出る前の12月22日には議会に職員を使わし、1月4日に控訴にかかる臨時議会の開催を内々に打診していました。 ところが、二十八日には、市長は、専決処分によって広島高等裁判所に控訴すると伝わってきました。と記しています。そして、辞職要求書にも書かれた一文。秋田方市民は大嘘をでっち上げ、その嘘を隠すために嘘の上塗りを重ね、人の名誉を毀損する。人間が、秋田方市の代表たる市長の座に居座ることを許すわけにはいきません。と締めました。二千二十四年一月四日、次の日のブログでは。 大嘘をでっち上げた市長に議会はどう動くのかと題しした記事を投稿します喝されたと大嘘をでっち上げ、名誉毀損で全面敗訴した市長が、自らの延命を図るためだけの控訴を専決処分で強行することが明らかになりました。当面の焦点は、議会が臨時議会の開催を市長に請求し、市長不信任案を提出し可決するのか、もしくはそのまま見過ごすのかになっています。されたたと大嘘をでっち上げた市長を議会が そして一人一人の議員がどう判断し、どんな振る舞いをするか注目されます。とした上で、石丸市長を辞職に追い込むために不信任案を付して臨時議会を開くべし。と述べます。そして1月9日に山根議員が石丸市長を控訴、翌1月10日のブログタイトルを、大嘘をでっち上げた市長が居座る子はない。とした上で次のように始まります。1月9日、市長が今回の同う喝発言でっち上げ裁判判,判決に対して、 専決処分により控訴したことを最終的に確認しましたので、今回は本日1月10日午後2時から、市長宛に下記の辞職要求書を突きつけました。として例の辞職要求書の文面を掲載しています。内容は次の通りです。辞職要求書、市長は就任間もない例は2年10月1日、議会を敵に回すなら政策に反対するぞと説得、老活あり、とツイッターに投稿していこう。 議会を悪役に自分を正義のヒーローに仕立て上げた劇場型政治を繰り広げ、姿勢を混乱させる一方で自分の人気取りに強威してきた。しかし昨年12月26日の同活発言でっち上げ裁判判決では、市長が提示したメモは、単語を羅列しただけのもの、と信憑性が疑問視され、山根議員がしたとされる同活発言は、真実性はなく真実だと信じるに足りる理由もない、と明確に否定された。さらに判決では令和2年10月20日の議会全員協議会の場での、 市長の発言や一連のツイッターへの投稿は、山根議員の社会的評価を低下させ、名誉を毀損させる違法なものであり、損害を与えた、として違法性を認めた、つまり市長は恫喝発言を否定され、市長の職務をもって山根議員の名誉を毀損したと判決されたのである。しかるに控訴については、地方自治法第96条12号の規定により議会の議決が必要とされ、しかも臨時議会を開催する時間的余裕があったにもかかわらず、市長は、 議会を招集する時間的余裕がないと強弁しせ決処分により控訴した。秋高田方市民を大嘘をでっち上げ、その大嘘を隠すために嘘の上塗りを重ね、人の名誉を平気で侵害する人間が、秋高田市の代表たる市長の座に居座ることを許すわけにはいかない。そして秋高田市の恥をこれ以上全国に晒すことは絶対に許容できない。したがって秋高田方市民は石丸市長に対して直ちに辞職するよう要求する。令和6年1月10日。 秋田方市長、石丸慎治様、さらに翌日1月11日の投稿で市長の控訴を受けての動き、山根議員の控訴と市長リコールのブログの中でリコールをしなかった理由を次のように述べました市長のリコールは、1、リコール実施体制を含めた初準備2、署名収集から請求が30日以内、3、署名審査、住民投票、4、請求日から60日以内、5、市長選挙。 住民投票後50日以内ということで、急いでも5ヶ月余りの時間が必要になるため断念した。そして2月4日17時18分に、2>, 2月14日臨時議会、問われる議会の教授、1、1> と題して2月14日に臨時議会が行われることを、北方市公式ホームページよりも早く公開してくれました。なお、公式でアナウンスがされたのはその3日後、2月7日のことです。 なお山本和弘議員は2月14日の臨時議会について述べたのは1月25日のことだったので知っていて当然といえば当然なのかもしれませんさらに翌日の2月5日2月14日臨時議会問われる議会の教授いと題して同括発言はあったのかなかったのかの議論においては抑さえておくことがあります全貌でも指摘しましたが当時議員であり当事者でもあった12人の議員についてです この12人の議員は、市長と山根議員の発言を直接聞いています。そして、当時の議会の調査に応じ、威圧的と感じる発言、イコール恫喝発言はなかったと確認しています。つまり、12人の議員は恫喝発言はなかったことを知っているのです。当時の議長であった山本勝議員は、一審の後半でも恫喝発言はなかったと証言されています。そして、当然のことながら一審判決でも恫喝発言はなかったと判断され。 名誉毀損が認められています恫喝発言はなかったことを知っている12人の議員は1市長が恫喝発言はあったとして控訴し市民の税金を使って裁判を継続することを許すのでしょうか2山根議員への必要な個人攻撃をよく知っているにもかかわらず市長に恫喝発言はあったと信じるに足りる事情があったとして市長の行為は名誉毀損にならないとして控訴を許すのでしょうか 控訴は秋田方氏の代表者である市長が行いますかその是非を決めるのは議会の権限ですから専決処分が行われていても議会に控訴の是非の判断が問われることは当然のことですと記しましたちなみに前回2020年11月の選挙は16人中12人が再選です現在の議員で現場にいなかったのは山本和弘議員、崎川議員、南沢議員、田辺議員の4人です 確かに政治家以外のメンバーの立ち振る舞いは気になるところでしょう。そして、ことここに至って、市長はどんな理由をもって控訴の正当性を説明するのでしょうか。同活発言はあったとする市長に、12人の議員がどんな振る舞いをするのでしょうか。その後、議員になった3人が今回の判決をどう受け止め、どんな議論をするのでしょうか。市民の皆さん、2月14日の臨時議会に注目しましょう。と締めました。 そしてこのブログが掲載された2日後に秋田方氏が公式に臨時議会のアナウンスを行いましたそれでは以上の話を踏まえた上で1月の記者会見で石丸市長が述べた選決処分をした理由を確認してみましょう資料にもまあ辞職要求書ついてますけれども、まあ、判決の内容とともにあの、えー、まあ議会を招集する、まあ、時間的余裕があったにもかかわらず招集せずに選決処分により控訴したっていうのを 理由で挙げてますけれどもこれについての市長の反駁っていうのをお聞かせいただけたら何をもって時間的余裕があったと言われているのかわからないんですか確認されましたかこの人この人指折り数えて余裕があったでしょという取材であればまた我々も回答しますが言われたまんまを鵜呑みにして今聞かれましたよねまあ今書いてるところ <laughs> ですね。今確認されて、はい、その意味ではそのような事実はありません時間的余裕がないから選挙とした当然の対応したまでです まあ拘束期間14日で年末年始も挟んでいてっていうようなことですでしょうかね。はい、あのご認識あるんであればはい、そのその通りです。えっと1月9日だったかなと思うんですが、はい、あの年末年始ですぐですので共同通信の相場べと言います。共同のあの拘束の理由なんですが、まあ償付できない点があるということなんですけれども、今日少し話しかけ。 どういった点なのかもう少しこう具体的に説明していただければというふうに思います。具体的に言うと全部を読み起こす形になってしまうわけなんですが全面的に不服としてますので、はいうん、特におかしいという評価をこれは私に限らずです放送の方が言っているのはえ判決における 真実相当性の扱いです今まさにダウンタウンの松本人志さんの事案で話題になってますよね。真実相当性でですすその扱いですこれはホームテレビの動画なんかにしっかり残ってますが、えー、と10月20日だったかな全員教育がんの場で私は山根議員に名指しで問うてますこうこうこういう話をしましたよねあれをどう喝だと言ってましたよね何か異論反論があるんだったら違うというんったら違って。 言言っっててくださいと山山根根ににりましたにもかかわらず山根議員は否定されませんでした否定しないどころかそんなつもりで言ったんじゃないんですと弁解をされてますそれをもって真実相当性要は言ったと信じるに足る根拠としてこちらはそれを意識して私はあの場で通ってます真実相当性というものを頭に置いてあれを言ってますでこれは裁判の場でもそのように主張してます にもかかわらず裁判官がそれを認めなかったここがおかしいのではないかというのが一番大きな問題として捉えていますあのちなみに動画とか音声まあ、議事録もあるんですが見ていただければ読んでいただければ明らかです本人その場で否定していません簡単に否定して否定できた言ってないということができたにもかかわらずそれをしなかったからああ認めたなと思ったからこそ私はあの場で をを収めるような言い方を最終的にしたんです一連の文脈で読めば明らかなのでその点について裁判所の判断がどうなんだという意義申しし立ててをこれからしていきますあの別件なんですけれども今回の控訴ですね専決処分でされているということで、まあ、時間的余裕がなくてあの議会に諮るということを議決を得るということをされてなかったと。 ということで先ほどお話ありましたけれども今後、その議会に改めて事後の了承を求めるとかですねあるいはその事前にですねあの時間的余裕がなかったと言いながら議会に対して何らかの働きかけ臨時で議会を開いて議決を得るというようなことをされたのかどうかそのあたりのことをご説明願いますか。 選決や臨時議会の仕組みをご存じないですかね、あまりそのあたりにご詳しくいらっしゃらないですかね、えっと、皆さんご存じです、ちょっとじゃあ説明しましょうか、えっと、まず選決というのは、やって終わりではなく、その後議会に報告をします、なのでこれは当然にそのようになります。はいで 議会に議決を求めるとおっしゃったんですがそれすなわち臨時会ですで臨時会が開けないから選決になっていますので今おっしゃるようなルートはありません臨時会が開けないんだから他の方法で議会に議決を取るなんてできないですそれは矛盾しますのでよろしいですかそ,そうではないですかすみませんちょっと説明がまずくて<う>まず今回、選でされた以前にその議会との間でですね その臨時会を開いて議決を得るという働きかけを市長の方からされたかどうかということそれから今後についてはおっしゃる通りで報告をするわけですけれどもそのタイミング等についてはどういういうにお考えかと同じことの繰り返しになってしまうかもしれないんですが時間的余裕がないので先決で対処します議会に事前に諮るというようなのは生じえないんじゃないでしょうか。 それができるような状態だったら臨時会を開こうとするそのアクションを市長の方から働きかけをされたかどうかと。えっとできないのにやろうとするっていうのは何ですか頑張ってる姿を見せてみるみたいな感じですかえいやあの可能かどうかということを議会との間で。えっと臨時会を開くまでの手順というのは決まってますので客観的に見てねああ無理だなっていうのは分かりますので。無理なものを 無理ダメとというか無理なのを分かっててやる努力はあまり大人しないと思うんですがされますかもうあの最初の段階からこれは臨時会を開いて議決を得るのは無理だなとあの判断されててということですかはい、はい、その通りですだから先決で対応をしています、はい、何とかなるんであれば選決を開く理由にならないと思うんですがそうですよね。 はい、じゃないとと矛盾すすると思うんですよ、ね、言ったらなんとかなるかもしれないけど「占決しました」っていう説明は絶対通らないです自己矛盾を起こしますからなのでどうにもならないから占決で対応します、はい、そして先月の後の報告もこれ自動的になされますえー、と確か終わった一番最速のタイミングの議会ですよね報告する形になってますこれも決まっていますいかがでしょうか 議会を招集できたのに専決処分をしたという姿勢刷新ネットワーク。そんな時間はなかったと説明する石丸市長。両者の主張が一切噛み合わないのは明白です。姿勢刷新ネットワークの代電をしているようにも見える議員が、いつものように同じ質問を延々と繰り返す姿を想像してしまうのは私だけでしょうか。それでは最後に2月14日の臨時議会で政治会が何を狙ってくるのかを少し考えてみます。 注目したいのは今すぐ市長不信案を出すのか出さないのかではないでしょうかやはり独活の件も含め石丸市長の是非を問うのであれば不信任案を出すのが一番綺麗であるように感じます無印良品の件で専決処分をした際には問責決議は可決不信任案は否決されましたが今回はどうなるのでしょうかまた無印良品の時と同じく政治会以外の議員が不信任案を出すパターンもあるかもしれません そしてもう一つは、政治会メンバーがどう動くのか。先に説明したように山本和弘議員は、同活問題の当事者ではないため、当事者である山根議員、そして裁判で証言もしている山本勝議員がどのくらい議論に参加するのかも見逃せません。なお、市長不信任案が決議された場合、石丸市長は不信任決議後10日以内に議会を解散することができます。その場合は、40日以内に市議選が実施される、という流れです。 そして新たに選任された議会で過半数が市長の辞職を求めると石丸市長は退任となります。 しかし不信任の同意がされない場合は、任期通りに7月まで市長で居続けることができます。もしくは議会を解散した上で市長も自ら辞職、ダブル選挙に持っていくこともできます。市政刷新ネットワークのブログでは不信任案を出せ、という圧が強いですが、政治会の面々はどう考えているのか。その答えが2月14日に垣間見れることでしょう。ということで秋田方市政は大きな山場を迎えているのかもしれません。 正視界は強気の姿勢を見せるのか、もしくはいつもと同じような着地をしてしまうのか、ぜひ皆さんの予想をお聞かせください。また2月14日の2回動画をいち早く見たい人はチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。